ただいまより第2部、名乗り工場とアフタートークの方を始めたいと思います。今からですね、今から の, アフタートークと名乗り工場は写真と動画の撮影かとなっておりますので、もうどんどん撮っていただいて SNS などに上げていただけると役者等々大変喜びますので、よろしくお願いしますということで、いきたいと思います。よっ、名古屋の城のもと巻いて降りたが遠藤寺、三座の兄貴に拾われて危ねえ道こそ外れはしたが、気づいた時には番頭の大きな博打に乗せられりゃ、誰が呼んだか知らねえが、一座を切っての頭いめした俺のこと、得意の扇を広げては大阪一の踊り手と名古屋の三座に届かれてやってきたのは、昨日もでも西から東のど真ん中、人型上げるにはちょうどいい名乗りを言うわ、名古屋三座すーきー、誰のことに興味はねえ、つまらんやつにも興味はねえ、天下御免の大勝負、そいつの先には遠藤寺、あしょって立つ気はねえけれど、誰もやらねえのにせいで、お先真っ暗平成の明かりを灯すはこの一座、あ名乗りを上げるわ、名古屋あ三座風呂、三座我ら名古屋三座風呂一座、我々名古屋三三郎一座と申します。この遠藤寺商店街歌舞伎カフェ名古屋座にて、はい、名古屋歌舞伎というオリジナル歌舞伎エンターテインメントショーを毎週金土日1日2回ですね、披露しております。専属の一座名古屋三三郎一座、私が座長の名古屋あ三三郎と申します。どうぞ私のことは三座とお呼びください。プリーズコールミン三座、よろしいですか、いくよ、あせーの、声が小さい、あせーの、愛が足りない、あせーの、ありがとう、ね、よろしくお願いいたします。はい、そして私がですね、名古屋三之助って言います。特徴は関西弁なんで覚えてくださいね。三之助の脳だけ取ったって三助って、覚えてもらえたらなって思います。ほなら呼んでもろってもいいですか、いきますよ、せーの、三助、ちょっと声足らへんいくで、せーの、三助、ほんなら最後みんな元気で笑顔に行くで、せーの、三助、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そして私が名古屋三平太と申します。私のことはペータとお呼びください。ペータ誰だ今笑ったのなあ、なんでだろう、なんで俺の時だけ笑ってんだろう、一個も笑い取ったしないのになこいつの時だけなぜかみんな半笑いなんだね。お願いいたします、ペータとお呼びくださいませ。いきますよ、あせーの、ペータ、あせーの、ペータ、せーの、ペータ、ありがとうございますなるほどな、どうしてほしいか分かりやすかった、はい、この3名 です。名古屋三三郎一座と申しまして、名古屋歌舞伎やっております。さらにですね、はい、あとお二人ご出演していただきました、あの提灯ご覧ください、舞台から3つ目のリアクトという提灯ございまして、ね、名古屋を中心に活動されておりますアクションカンパニーの方々でございますけども、名古屋歌舞伎のアクション盾すべてを監修指導していただいております。さらに出演もしていただいております、ね、ご協力いただいております。何でもござれや、はい、
この名古屋歌舞伎が成り立っております。プロレス団体ではございません。はい、ちゃいますよ。はい、アクション団体ですよ。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、今日もね、たくさんの方に来ていただきまして、非常に嬉しく思います。今日は何、ちょっとね、盛り上がってましたね。だいぶ盛り上がりましたね。本当ですよ、綺麗なお姉さん方いっぱいいますよ、今日。べっぴんさんばっかやから。べっぴんさんばっかですよ。お前、まさか俺、客席に降りるとは思わなかったよ、俺は。びっくりした、本当に。ばっかですよ。まあ、さすが今日はね、9月17日、キュートな日ですからね。キュートな女性が多かったですよ、今日は。そうです。キュートな。キュートな日。これ、本当に制定されてる日ですからね。ね、キュートな日らしいですよ。はい、道理で今日皆さんね、キュートな人たちが多いの。おい、気持ちこもったなやろ。はい、ありがとうございます。大読みも程があるわ。今日もね、本当にたくさんの方に来てくださいまして、ちなみにですけれど、はい、今日初めて来たよという方、初めて来たよ、初めて来たよ、初めて、ありがとうございます。ありがとうございます。でも半数近くおりません。そうだね、そうですね、すごい ね、 ね、あのね、うち結構あの何回も繰り返し見てくださってる方も、ね、結構多いんですよ。はい、というのもですね、この名古屋歌舞伎何回見ても楽しめるように作ってあります。というのは、はい、毎回ですね、見るたびに何かしらがちょっとずつ違うと、違うね、そういう作り方をしてますので、ほんまに、今日見ていただいた中で、ね、お客さんがしらーっとしてたところはもう来週にはありません。はい、早ければ明日にはもうカットします。カットします。はい、ね、新しいもうね、あの面白いものもどん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 、はい、新しく継ぎ足し継ぎ足しでやっていきますのでね。はい、要はね、もうお客さんが演出家みたいなもんですよね。そうですよ、はい、だからね、あの、そう、そしたら俺ら一座の中で受けが悪いやつはクビになるかもしれませんので、はい、どうぞよろしくね。なんと明日になったら ね、お母さん役も変わりますので、明日、はい、また別の方がお母さん役になるかもしれませんので、はいはいはい、まさかね、お母さんこんなにね、毎回毎回違う人にね、お母さん今日全然見てくれへんかった、見てくれんかったんですよ。まるで全然目を合わせてくれないんですよ。ね、こんな大きな声がねえとすいませんね、絡んでしまって申し訳ないです。すいません、今日はあのこんなにたくさんね、初めての方がいらっしゃるので、はい、いつもやってるあのコーナーをやりたいと思います。やりましょうか。やっちゃいますか。ください。私が夜も寝ないで考えた画期的なコーナーがございます。うん、はいはい、なんとですね、お客様からご質問をいただいて、我々がそれにお答えする Q&A のコーナーという、誰もやったことのない企画をやりたいと思います。はい、夜も寝ないで考えました。時間の無駄です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今見ていただいたこの名古屋歌舞伎のことでも結構です。我々名古屋三三郎一座のことでも、この名古屋さんのこと何でも結構でございます。何か気になることがあればですね、お手を挙げていただいて、あの、我々にご質問をください。はい、お答えしますので。何でもいいですよ。質問でもいいですし、分からんかったとこでもいいし、何やったらね、お悩み相談でもいいんですよ。何でもいいんです。あとね、発表とかでもいいですよ。いいですよ。あと誕生日ですとかでもね。はい、じゃあそれでは早速ね、何かあるよという方は手を挙げてください。はい、何かじゃあ質問、お悩み相談、発表等がある方はぜひ挙手をお願いいたします。いないんですか。ほら、ちょっと、もうそこで相談してるやん。たげーや、たげーや、ぐらいな。ほんならもうちょっとこれもなんか出会いちゃう。今ちょっとそれで相談してたし、出会いかもしらんし、ね、今日ペータがね、ちょっと途中でナンパしてしまいました。お姉さん行きましょうか。行っちゃいますか。お姉さん、こちらのお姉さん、ね、今でもちょっとあんたらいいやみたいなちょっと感じになってたから。本当ですか。今晩開けときますよ。いやかましいわ。違うかも。すいません、申し訳ないです。こそこそ今日ちなみに初めてですか。初めてですか。2回目。ありがとうございます。ちなみに今日どっから。雇みから来はったんですか。あら、雇みからですわ。何かございました。どうぞ。趣味は、趣味、お土産かな。いやー、いい。大事はね、これからお互いを知っていくにあたって、ね、じゃあちょっと待って、ペーターは最後にさせてもらいましょう。僕らからね、僕らから言わせてもらいましょう。頼んだ。じゃあ俺から、はいはいはい、俺の趣味は掃除です。掃除、はい、はい、あの家でずっとコロ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 やってます。なん、はい、だよ掃除って、はいはい、毛が長い。ちょっと、もう、はい、パパッとパパッと、もう本命おんねんから。じゃあ僕はまあお買い物くらいですね。ファッションとかね、あとカフェとか行ったりします。そんなもんでございます。ありがとうございます。ポンちゃん。私の趣味はお料理作りです。お、お料理、はい、お料理。ちなみにどんなお料理を。和食ですね。和食。和食が得意。はい、はい、そうなんです。実はうちのペーター魚釣りとかもよくやるんですけど、自分で釣って自分でさばいたりするんです。こいつの作る料理美味しくてね、はい、本当にびっくりする。お前初めての合コンか。緊張して初めての合コンちゃうねんけど。あの、
ランク気なんだよ。ちょっと緊張してるかなお前。生中まだですか。生中はうちに置いてねえんだよ。和食、実はうちのペーターね、昔に結構長いことあれ居酒屋とかでもそうですね、バイトしてたから料亭とか行ったりしてたんで、うん、そうなんです。ご飯とかね作るのが好きなそう、割とアウトドアやから、ね、結構家庭的やし、はい、綺麗好きやし、はい、掃除もあの料理もするし、はい、もうないんやろな、うちでおすすめ物件と言っても、ね、バーベキューとか一緒に行くとね、ずっと一人でずっと火起こしてたりね、はい、野菜切ったり、はい、ずっと働いてるんだよ、これ働いてますよ、すごいね、はい、あのおすすめ物件です、はい、そうなんです、ほんとうちのめちゃめちゃね可愛い末っ子なんでね、はい、3LDK って感じで、はい、3LDK の意味がよくわけわからん、ごめんなさい、もうほっといて、ただお姉さん、ちょっとうちのペーターここ弱いです、ここがちょっとですからね、大丈夫、それも愛嬌になりますから、ですよ、はい、ちょっと辛いこともね、元気が出てきますから、うちのペーター、うちのモードメーカーですから、はい、ありがとうございます、そんなポスターを差し上げます、はい、ありがとうございます、差し上げてくださいませ、ありがとうございます、ね、でも綺麗な方ですね、ペーターがね、ちょっと思わず飛び込んでしまう、しまいましたよ、もう 3LDK のことばっかり、もういいじゃん、忘れましょう、一回よし、はい、まだあと1本ありますね、まだあと1本ありますので、はい、何かあればぜひどうぞ、はい、じゃあせっかくですからもう一方いきましょうか、はい、もう一方どうしましょうね、じゃあでもここからね、うちらから当てていくスタイルに変えていきましょう、はい、じゃあ今日初めて来たよって方手を挙げてください、正直手を挙げてください、おヘッドルが減ったな、ずいぶんおい、ずいぶん減ったじゃないか、だいぶ減ったかな、もう一回聞きますよ、もう一回ね、皆さん胸に手を当てて正直な気持ちをね、はい、持った上で、はい、ぜひそれでは挙手お願いします、初めての方、じゃあズボタイナーあったらハットのお兄さん行きますか、ね、いいですね、そうね、あのうちね結構女性客がやっぱり多いんですよ、俺ら顔綺麗だからさ、でやっぱね男性客は結構ね、はい、少ないので、うん、ぜひ、男性代表で今日ちょっと男性からの意見を、ね、お悩みでもいいですよ、何でもいいです、好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプ、いいですね、好きな女性のタイプは、そうだね、じゃあ一人ずつ答えていこうか、そうですね、はい、まあ好きな女性のタイプ、あ、うん、まあでもほら社長ね、これまた気になってると思うから僕らさっき答えましょう、行きましょうか、あのね、俺の好きな女性のタイプはね、あのたくさん食べる人です、たくさん食べ て、はい、食べてね、一緒にご飯を美味しく食べれる人です、はい、はい、どうぞよろしくお願いします、いいす、僕はですね、いい優しい方がいいかなって、あと怒り方が上手な方とかもね、ちょっと素敵やなって思いますね、あんまり長いこと言って、でもそんなもんですか、すいません、いいよっぺーちゃんおっぱい大きい女、おいお前はほんまにゲスの極みよりゲスやな、ほんまに、しょうもねえ、小さい子がいるんだぞ、ごめんなさいね、ちょっと耳塞いといてな、ごめんなさい、ゲビねえ、申し訳ございません、じゃあ、ポスター差し上げますので、ありがとうございます、ちなみに、じゃお兄さんどんなタイプが好きですか、あ、そうですよ、ちょっと聞きましょうよ、どんなですか、家庭的な、家庭的なね、家庭的っていっぱいありません、料理できるとか、掃除できるとか、いっぱいありますよ、家が綺麗とか、料理ね、和食、洋食、そうだもんね、洋食得意な人、ちなみにお兄さん彼女はいない、いない募集中でございますので、ね、おっぱいは大丈夫ですか、酔わなくていいの、ちょっと耳塞いでおきな、俺のはいいの、ごめんなさいね、ごめんなさい、本当にバカ、ね、本当にバカだね、ごめんなさい、はい、まあでも家庭的な方が、ね、はい、かと思いますね、ありがとうございます、いやでも素敵なね、あの優しそうな本当にお兄さんでございます、出会いが見つかるね、ほんまに、ね、こいつの好みのタイプはとりあえず置いといて、ゲスやわほんまに、そうなんだよ、そう、鼻の穴膨らむ、そうそう、でもね、あのこういう時で大体ね、ほら、あおるやないで好きなタイプなんですかとか言ったら、うん、ちょっといいこと言っとこうみたいな、ね、大体そういうタイプがおるけど、うん、うちのペーターは正直なんだけど、ただちょっとだけですよ、ちょっとだけここ弱いのに、ちょっとだけですよ、それも愛嬌ということで、よろしくお願いします、3LDK でお願いします
もうそれわけわからんけど、すいません。な、猫一緒におるけどわけわからんもんな。名前ほんとわかんないけど、拾われへんことがたくさんあります。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ということでね、まあ面白いけれども、まあじゃあちょっとうちからね、はい、ちょこっとインフォメーションをさせていただきたいと思います。はいはい、なんとですね、昨日から発売されております新グッズがございます。はい、どうぞ、皆様ですね、こちらご覧ください。クッションがあるんですね。さようでございます。はい、ふかふかの素晴らしいクッションでございます。はい、2種類のタイプがございまして、1個3500円ぜひね、2個セットで、お部屋のソファーかなんかにね置いていただけると、ふかふかだよこれ、あの膝枕に最適ですよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、これね、限定各30個ずつで6個、はい、各12個10個ずつぐらいです。もうだいぶ少なくなってます。はい、もうだいぶ少なくなってます。10個ずつですかね。ぜひですね、あのこのクッションお買い求めください。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ね、かっこいい、うちの番頭さんがデザインした、はい、かっこいい、まあ、小窓にもついてますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあね、他にもですね、はい、あのクッション以外にもたくさんねグッズございます。もし気になる方はいらっしゃいましたら、見るだけでもいいので、はい、帰りあちらのカウンターの方にぜひ寄っていってくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。します。ということでね、あと何かインフォメーションあるかな。もうでも大丈夫かな。そうですね、大丈夫かな。はい、我々金土日毎週ね1日2回名古屋歌舞伎披露しておりますけれども、はい、平日もですね、様々なイベントご用意いたしております。はい、そうです。どうぞ我々のツイッターや、公式ホームページなどでも、はい、いろんな情報がですね、随時更新されておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ、今日も、土曜日か、今日はね、はい、土曜日です。またね、明日日曜日もやってますので、飛び込み大歓迎、ぜひ大歓迎、ね、面白かったなと思った方はまたお友達を連れて、ね、遊びに来ていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ということで、はい、まあ、今日はねお時間となってしまいましたので、名古屋締めという締め方をしてですね、はい、終わりたいと思います。はい、どうぞ皆様お付き合いください。怖い人だよ、一番怖い。もうね、ものすげえ顔が怖い。もうなんか前線で戦ってる人みたいな。はい、ではね、名古屋締め少しご説明させていただきますね。私がですね、名古屋締めで締めよかなもと、はい、いい声で言いましたら、皆さん手を叩いてください。ナモの掛け声と同時に3回練習してみますよ。あ、せーの、ナモナモナモ、1回、3回、ナモナモナモ、2回、ナモナモ、3回、ナモナモナモ。簡単でしょ。3回3回2回3回です。ぜひねご一緒にやって締めたいと思います。では参ります。あ、名古屋締めで締めよかナモ、それナモナモナモよ、ナモナモナモ、ラスト、ナモナモナモ、ありがとうございました。あ、まず本日はこれ入り。ありがとうございます。ありがとうございます。もしまだお手元におひねりが残っているよという方はどうぞ投げ切って帰っちゃってください。どうぞよ。やっぱりあるね。どうぞ。やっぱりあるね。いいよ。まだあるか。よいしょ。もうないか。よし。はい、ありがとうございます。お、まだあるね。ありがとうございます。まだですね、あちらのドリンクカウンターございますけども、オリジナルグッズたくさんご用意しました。手ぬぐい、T シャツ、オリジナルバッグなどなどございますので、ぜひ、気になった方はお手に取って見てみてください。それではまた皆様とお会いできることを楽しみにしております。サンタでした。ありがとう。またね。